様に言うことにゃ命を宿してみたんだと。さまつわものだな。これは感情というのか、この痛みは愛というのか。そしてこの満たされない感覚を空腹と呼ぶようでした。生きるためなんだ仕方ないよな。味付けはどんな夢がいいかな。はあ、僕は誰だ。化け物が取り付いた指先で今日は尽くしている。涙で沸かしたスープと聞く見る答えない夢の話が食卓に着いた僕らを夢中にさせてゆく。あ、無声に乾く喉はかき切って舌たすずみを打ちぶれるほんののままに綺麗にごちそうさま。心がこの体